異性を見たとき、もう女性初めて見たときに一番最初に見るもの、一番最初に気になるもの、それを素直に教えてください。顔。顔。はい。目ですか。目。目。ああ。ヒップバースト。肌汚かったり毛が濃かったり。ああ、論外。身長です。教える。あ、まあ目ですかね。バイ。What's good YouTube? It's your boy Sean. You guys are watching JScript. Today's topic is about what's the first thing you notice when you see someone for the first time. When it comes to dating, I guess. But like in general, I'ma ask them. First thing they notice. To me, it's gonna be big, juicy personality. So that was a fucking lie. So we go ask them. Let's get into it. 一番最初に見るものやったり気づくもの教えてください。え、顔でいいですか。顔の顔でも何でも、もうさ最初に気になるもん。例えば目やったり髪の毛とか、はい、靴とか服装とか。身長です。身長。それは高い方がいいんですか。はい。何センチくらいがいいんですか。え、いや、175とか。170くらいが高いですか。うん、170あればいいやと思うんですね。身長低いけど、めっちゃイケメンとかになると思いますか。例えば顔はめっちゃタイプやけど、身長が低いだけみたいな。あー、考える。すごい笑い方するな。考える。どうですか。自分より高ければ。自分より高ければ。はい、はい、自分より低かったら。いや、それはもうなし。身長は大事ですか。はい。女性を見た時に、初めて一人の女性を見た時に、はい、一番最初に見るとこってどこですか。顔。Let me see your war face。顔すか。顔です。他のとこは見ないですか。いやー、個人的には顔ですね。You lie。 顔ですか。はい。大きいおっぱいとかじゃなくて。あー、あれは次。次。プニー。次。顔の次が。そうです。おっぱい。はい。その次は教える。教える。やばくない。服とか気にならないですか。ファッションとか。やばくないな。場所気になってないですね。Take your damn clothes off。 なんか顔もあるけど、所作とか。え、所作。所作というか仕草とか。仕草。どういう仕草がよくて、どういう仕草があるか。ご飯食べに行った時とかに見るんですけど、食べ方が汚かったりとか、そういうとこ見ると見ちゃいますね。第一印象はよく目に入るんで。顔と服装。それは服装はどういうのがよくて、どういうのがなくて。ロックみたいなので来られると個人的にはちょっとなって。そう、顔はそう見てなんか目に入るパーツがあります。目ですね。目。そう、日本人の女性はだいぶ目がいいってなる傾向があります。それはどうですか。好まないですか。私は好まないです。結構今聞いた感じだと顔とか多いですけど、やっぱりお尻ですね。Another one。 やっぱり胸です。 Another one。 それはなんでお尻。いやー、もうやっぱ僕お尻フェチなんで。あ、もうそれは一緒ですね。一緒です。 Stop it。 Get some help。僕は胸フェチなんで。はい。そうですね。その次は何ですか。ちなみに。その次は顔です。その次は顔。僕は顔です。なんかタイプの顔とか。ああ、そうですね。金髪ショートの、まあ可愛い系ですね。で、あのケツがでかい。そうです。日本人って感じの子がいいですね。はい。で、父が落ちてる。まあまあ。ありがとうございます。例えば異性を初めて見たときに、まあ、最初に見たりするもの、気づいたりするもの、例えば目だったり髪型だったりファッションだったりあるじゃないですか。そういうので教えてもらいたいっていう。あ、まあ、目ですかね。目ですか。目の。なんか目が死んでないか。なんかキラキラしてる方が。そう、目が死んでる基準は。あ、なんか真っ黒。見たことあります。時々見ますよ。はい。そういう人はもう、あ、ちょっと怖いなーみたいな。なんか、うん、キラキラしてる方がいいかなーみたいな。はい。はい。私はあれだ。手の
こうとか手の甲、手腕とかです、はい、それはなぜ腕の何を見るんですか。腕は腕が好きで、手とかが、そうそう、フェチで、フェチで、なんだろう、この筋とかがある人が好きだから。あ、ちょっと筋肉ついてる感じで腕が好きなの。そうです、そうです。腕が汚かったり、毛が濃かったり。あ、論外。あ、論外か。論外ってか、毛は、もうちょい、論外って言い方あれだな。もうちょい。毛入ってたらダメなんですね、ごっつくても毛は、ちょっともうちょい気使ってくれたら嬉しいな。Are you serious right now, bro?服装っすね。はい。それはどういった服装、どういったなんか。いやちょっと、まあ、好みな服装のスタイルかそうじゃないかっていうだけで、その人は話しかけたいな、かけたくないなっていうのが。そうですね。服で例えばこういう自分が話したい内容がなんか相手話せるか話せないかっていうジャッジができる場合があるんで。ファーストインプレッションとしてはそこが、その異性初めて会った時に、一番最初に見たり気づいたりする、例えばなんか髪の毛とか目とか服のファッションとかあるじゃないですか。何履いてるか。靴、それは靴が好きなんですか、うん、はい。それはどういう靴が好みなんですか。どういう靴、うん、エアフォースとか、なんか多分スニーカー見て、あ、センスいいなとか。 I mean it's alright likeOverrated as fuck! ああ、センスいくつ入ってる人見ると先に見ちゃうかな。ああ、なるほど。髪型。髪型。それどういう髪型が好きですか。短髪。短髪？それはなんかあるじゃないですか、いろいろ。フェードとか、坊主とか。ああ、でも。マッシュ、マッシュ、マッシュ。はぁ！が好きです。それは短髪ではないと思います。はい、ごめんなさい。男の人のネイルは。ネイル？まあ、無理。なんで？なんか男らしいのがいいから。ああ、男らしい男性が好き。女っぽいなって思う。あ、そうやったら筋肉とかもある方がいいって感じですか。どうすか。同じ。だよね。あ、そう、化粧とかどうなんですか、逆に。あんま、あんま。あんまり。というと気にならない、それとも気になる。気になるよね。気になる。あ、気になる。かかってこいや。目。目です。はい。その目の何を見るんですか。やっぱ瞳。瞳。瞳。うん。というとそのなんか。やっぱ中のなんていうの。綺麗な色とか、ね。うん。はいはい。何色が好きですか。自分はできればね、まあ青もしない、やっぱりブルー、ブルー。ブルーが好きです。はい。はい、私体。体。うん。ごつ、あの力、あ、筋肉とか、やっぱそうそう。はい。そういうところ見ますね。A few moments later。ダメよ、ちょっとね。ご協力ありがとうございました。全然すいません。ありがとうございました。はい。まあ、異性を見たとき、もう女性、初めて見たときに、一番最初に見るもの、一番最初に気になるもの、それを素直に教えてください。顔。顔。はい。目ですか？目。目。それはなんで顔なんですか？やっぱ、一番印象がよく分かるのは表情だったりもするんで、含めて顔ですね。でも今の時代みんなマスクつけてるじゃないですか。それはどうですか。いや、割と目の感じで笑ってる笑ってないとかってあると思うんで、それを見ますね。でも、まあ、顔やけど特に目を見る。そうですね。あ、多分同じ理由でマスクしてるんで目が一番分かりやすいかなっていう形ですね。それ体とかは一切もう気にならないですか。それ二の次ですね。二の次、二番目なんですね。はい。二番目どこなんですか。二番目、でも割と服とか含めてスタイルだったりは。スタイル、どういったスタイルが好みですか。どういった、割と何でも別、その人に似合ってればっていうのはありますけど、なんか自分で管理してたりしてたらいいなとは。二番目に見る。自分もなんか上から下にかけて見ていく感じになると思いますね、全的には。顔す、口ですかね。鼻です。はい。口の、え、なんか、いや、なんか口が、なんか嫌な口が、歯並びとか悪いのあんま好きじゃないんで。あ、そうですね、見ちゃいます。あ、そういうのはあんまないですね。あ、もう口がいい形ならいいです。横顔が綺麗な人が、鼻が高いと綺麗に見えるじゃないですか。次何見ます。次足っすかね。足。はい。それは足っていうのは。スタイルを見ますね。スタイル。はい。その細い足が。そうですね。はい。それは太い方が好みですか。いや、スタイルいい、スラッとした。あ、細身。細い、はい、アイドルみたいな。はい。あの筋肉でもちっとした。は、いや、女性は。身長です。身長。
あ、自分が大きくないので、隣を歩く女性はなるべく大きめの方が、まあ同じぐらいなら、はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。ご協力。